2024年の乙女座の星座占いについて詳しく教えてください。2024年は乙女座の方にとって大きなチャレンジの年になりそうです。新しいことに挑戦したり、自分の理想を追求したりすることで飛躍的な成長が見込めます。しかしその反面、困難やストレスも多くなります。健康や人間関係には注意が必要です。以下に全体運、恋愛運、仕事運、金運、健康運の各テーマで詳しく解説します。全体運。2024年の乙女座の全体運は、向上心のある方には追い風が吹く年です。壮大な企画や難しい課題に挑む機会がやってきそうです。特にやりたいことがない方でも新しい目標が見つかりやすい運気なので、何もしないのは損です。自分へのダメ出しを控えて全身やるのみで行動しましょう。一度取り掛かってしまえば、思ったよりも大変ではなく、得られる達成感の方が上回ってくるでしょう。2024年の後半からは日常のリズム感が落ち着いてきます。淡々と過ごしたい方にとっては安心できる時期なのですが、気づいたらやることが山積みになっていたという風に、細かい用事が積み重なって忙殺されるかもしれません。ですが、これも周囲から信頼されている証なので、ビジネスライクに物事を進めていけば、経験やスキル面で得られるものは大きいでしょう。恋愛運。2024年の乙女座の恋愛運は、はしゃぎたいムードです。二人で積極的に冒険したいという気分が高まるので、知らない土地へ旅行に出かけると関係がさらに深まりそうです。2024年の後半には、周囲から二人はどうしたいのかと考えさせられるような話や質問が出てくるかもしれません。フリーの方は遊びに出かけた先で良い出会いがありそうです。ハプニングが恋のきっかけになることもあります。2024年の後半からは、恋人が欲しいのか、結婚がしたいのか、目標をきちんと定めて相手を探した方が良い人が見つかりそうです。仕事運。2024年は飛躍が見込める年なので、実力より少し上の業務や課題にチャレンジしてみましょう。あるいは将来のオプションを増やすために、資格や技能検定に挑戦してみるのも良いでしょう。2024年の後半からは責任を伴う仕事が増えてきそうですが、焦らず着実にこなすのがポイントです。転職希望の方は、外資系や海外向けの事業に縁があります。語学力があるなら日本を飛び出す良いチャンスかもしれません。2024年の後半は、ベンチャーよりも大企業公務員を選ぶという風に安定志向になります。転職は自分自身の向上のためと意識することで、大きなチャンスをつかみやすくなります。金運。2024年の乙女座の金運は、収入面では安定していますが、支出面では注意が必要です。新しいことに挑戦するために投資したり、自分へのご褒美をしたりすることは悪くありませんが、節度を守るようにしましょう。無駄遣いや浪費は控えて、貯蓄や資産運用にも目を向けると良いでしょう。健康運。2024年の乙女座の健康運は、新しいことを始めることが心身ともに良い刺激となります。元気も出てくるでしょう。慣れないことへのストレスよりも、未知のものに触れる喜びや楽しさが勝るのです。健康状態に不安がある方は、体力がないと悲観しない方が良いでしょう。初めてのことに挑戦することで、結果的に体力が向上しそうです。2024年の後半からは、周囲に気を使うことが増えそうで、気づかれが隠せなくなります。焦らず自分自身の気分をうまくコントロールしましょう。ダイエットは、目標を高く定めるとモチベーションが維持できます。ですが、細かく数字を設定したり追求しすぎない方が良いでしょう。ある程度ざっくりと幅を持たせるのが、成功させるコツになります。続いて1月から毎月の占いをお伝えいたします。2024年の1月は、乙女座の方にとって大きなチャンスの月になりそうです。仕事や勉強に関する新しいプロジェクトやチームワークが始まる可能性が高く、あなたの能力や知識を発揮できる場面が多くあります。また人間関係にも恵まれ、同僚や友人、パートナーとの協力や信頼が深まります。ただし、自分の意見や感情を押し付けたり、相手のペースに合わせすぎたりしないように注意しましょう。自分の価値観を尊重しつつ、柔軟に対応することが大切です。健康面では、ストレスや疲労が溜まりやすいので、適度な休息やリラックスを心がけてください。趣味や嗜好に合ったアクティビティを楽しむことで気分転換になります。ラッキーカラーはピンク。ラッキーナンバーは5と8です。2024年の2月は、乙女座の方にとって仕事や勉強に集中できる時期です。あなたの努力は必ず報われるでしょう。しかし、自分のペースを守ることが大切です。無理をしすぎると体調を崩したり、ストレスが溜まったりする恐れがあります。
気分転換やリラックスする時間も必要です。また人間関係ではコミュニケーションを大切にしましょう。あなたの思いや考えを相手に伝えることで信頼関係を深めることができます。恋愛では新しい出会いや発展のチャンスがあります。自分から積極的にアプローチすることで相手の心をつかむことができます。ただし相手の気持ちや状況を考慮することも忘れないでください。乙女座の方は2024年の2月に自分の力を発揮できる時期です。自信を持って前向きに行動しましょう。2024年の3月は乙女座のあなたにとって大きなチャンスの月になりそうです。仕事や勉強で努力した成果が認められたり、新しいスキルを身につけたりする機会があります。また人間関係でも自分の思いや意見を積極的に伝えることで信頼や協力を得られるでしょう。ただし自分のやり方にこだわりすぎたり他人の評価に左右されたりしないように注意が必要です。自分の目標や価値観をしっかり持ちつつ柔軟に対応することが成功の鍵です。恋愛では出会いや告白のチャンスが多くありますが、相手の気持ちを見極めるのが難しいかもしれません。自分の感情に素直になることも大切ですが、相手の立場や状況を考えることも忘れないでください。健康面ではストレスや疲労がたまりやすいので適度な休息やリラックスを心がけてください。また食生活や運動習慣にも気をつけて免疫力を高めることが大切です。2024年4月乙女座のあなたは仕事や勉強に集中する時期です。この月は自分の能力や知識を高めるために努力や研究を惜しまないでください。あなたの努力は将来の成功につながります。またこの月はコミュニケーション能力が重要になります。周囲の人との協力や交流を深めることで新しいチャンスや情報を得ることができます。ただし言葉遣いには注意してください。相手の気持ちを考えずに批判的や皮肉な発言をするとトラブルの原因になりかねません。乙女座のあなたは細かいことにこだわりがちですが柔軟性や寛容さも大切です。恋愛面ではこの月は積極的にアプローチすることが吉です。あなたの魅力は相手に伝わります。しかし相手の反応に一喜一憂しないようにしましょう。自信を持って自分らしく振る舞うことが大事です。健康面ではこの月はストレスや疲労がたまりやすい時期です。適度な休息やリラックスを心がけてください。また食生活や運動習慣にも気をつけてください。バランスの良い食事や適度な運動をすることで体調を整えることができます。2024年5月の乙女座の星座占いは次のようになります。乙女座のあなたは2024年5月には仕事や勉強に集中する時期です。自分の目標に向かって努力し細かいことにも気を配ります。しかしあまりにも完璧を求めすぎるとストレスが溜まってしまうかもしれません。気分転換やリラックスをする時間も大切にしましょう。また人間関係では相手の気持ちを察することができるでしょう。協力的で親切な態度で接すると信頼や感謝を得られます。恋愛では自分の気持ちを素直に伝えることが大切です。相手に対して謙虚すぎると本音が伝わらないかもしれません。自信を持ってアプローチしましょう。2024年5月の乙女座の運勢は全体的に良好です。自分の能力を発揮できるチャンスが多くあります。ただし自分のペースを守ることも忘れないでください。無理をしないでバランスよく生活しましょう。2024年6月の乙女座の星座占いは以下のようになります。この月は仕事や勉強に集中することができる良い時期です。水星と金星が乙女座に入り知性やコミュニケーション能力が高まります。また太陽と木星の良い角度が自信や運気をサポートしてくれます。目標に向かって努力することで成果や評価を得ることができるでしょう。恋愛面では積極的にアプローチすることが鍵です。火星が乙女座に入り行動力や魅力が増します。気になる人がいるなら自分から話しかけたりデートに誘ったりしてみましょう。相手の反応も良いはずです。既婚者やパートナーのいる人はロマンチックな雰囲気を演出することで関係を深めることができます。健康面ではストレスや疲労に注意しましょう。乙女座は細かいことに気を配りすぎる傾向がありますが、それがストレスの原因になることもあります。自分のペースを守り無理をしないことが大切です。また睡眠や食事にも気をつけて体調管理をしっかり行いましょう。2024年7月乙女座のあなたは仕事や人間関係において大きな変化が訪れる可能性があります。この月のキーワードは柔軟性です。固定観念にとらわれず新しい環境やチャンスに対応していくことが重要です。
特に7月10日から8月18日までの期間は水星が乙女座に入ります。これはあなたのコミュニケーション能力や分析力を高める効果がありますが、同時に細かいことにこだわりすぎる傾向も強まります。自分の意見を主張することは悪くありませんが、相手の立場や感情も考慮するように心がけましょう。また7月24日の満月はあなたのパートナーや友人との関係に影響を与える可能性があります。この日は感情的になりやすいので、些細なことでトラブルにならないように注意してください。相手との誠実な対話を通じて信頼関係を深めることができれば、より良い結果が得られるでしょう。一方、7月31日の新月は、あなたの健康や日常生活に関するテーマをもたらします。この日は自分の体調や習慣を見直す良い機会です。健康的な食事や運動を心がけるだけでなく、精神的なストレスを解消する方法も探してみましょう。自分自身を大切にすることで、ポジティブなエネルギーを得ることができます。2024年8月の乙女座の星座占いは、仕事や人間関係において大きな変化が訪れる可能性が高いです。この月は太陽、水星、金星、火星が乙女座に入り、自分の能力や魅力を発揮できるチャンスが多くあります。しかし、同時に木星と土星が逆行しているため、過去の問題や課題が再び表面化することもあります。この時期は自分の目標や価値観を見直し、新しい環境に適応することが重要です。また、健康面にも注意が必要です。乙女座は細かいことに気を配りすぎて疲れやすい傾向があります。ストレスをためないように適度な休息やリラックスを心がけましょう。恋愛面ではパートナーとのコミュニケーションがスムーズになります。相手の気持ちを理解しやすくなり、信頼関係を深めることができます。また独身の方は自分から積極的にアプローチすることで理想の相手に出会える可能性が高まります。2024年8月は乙女座にとって新しい一歩を踏み出すための大切な月です。自分に自信を持ち、チャレンジ精神を忘れないようにしましょう。2024年9月の乙女座の星座占いは次のようになります。乙女座のあなたは2024年9月は仕事や勉強に集中する月となりそうです。細かいことにこだわりすぎず、全体的な流れを見ることが大切です。自分の能力や知識を発揮するチャンスが多くありますが、自信過剰にならないように注意しましょう。周囲の人とのコミュニケーションもスムーズにいきそうですが、相手の気持ちを尊重することを忘れないでください。恋愛面では2024年9月は積極的に行動することが吉となります。気になる人がいるなら自分からアプローチしてみましょう。相手もあなたに好意を持っている可能性が高いです。既婚者の方はパートナーとの関係を深めるためにロマンチックなデートを計画してみてはいかがでしょうか。お互いの愛情を確かめ合うことができそうです。健康面では2024年9月は特に問題はなさそうですが、ストレスや疲労には注意しましょう。適度な運動や睡眠、バランスの良い食事を心がけてください。リラックスできる趣味や音楽を楽しむこともおすすめです。2024年9月の乙女座のラッキーカラーはピンク、ラッキーナンバーは5、ラッキーアイテムは花束です。ピンク色の服や小物を身につけると気分が上がりそうです。5という数字に関連するものや花束を贈る贈られる機会にも注目してください。2024年10月の乙女座の星座占いは次のようになります。この月は仕事や勉強に集中することができる良い時期です。特に前半は自分の能力を発揮しやすく、目標に向かって努力することが報われるでしょう。周囲からの評価も高まり、信頼を得ることができます。ただし自分のペースを守ることが大切です。無理をしすぎると体調を崩したりストレスが溜まったりする恐れがあります。適度に休息をとり、リラックスする時間も作りましょう。後半は恋愛や人間関係に変化が起こる可能性があります。パートナーとの関係が深まったり、新しい出会いがあったりするかもしれません。しかし、感情的になりすぎないように注意してください。相手の気持ちを尊重し、コミュニケーションを大切にしましょう。また、友人や家族との関係も大切にしてください。助け合ったり、相談したりすることで、心の支えになります。2024年10月の乙女座は自分の力を発揮できる月です。しかしそれだけではなく、周囲との関係も大切にしてください。バランスよく生活することで幸せを感じることができるでしょう。2024年11月の乙女座の星座占いは次のようになります。仕事ではあなたの努力が認められて昇進や昇給のチャンスがあります。
しかし同僚や上司との人間関係には注意が必要です。あなたの成功を妬む人やあなたに無理を押し付ける人がいるかもしれません。自分の意見や立場をはっきりと伝えることが大切です。また仕事に夢中になりすぎて自分の体調やプライベートな時間をおろそかにしないようにしましょう。恋愛ではあなたの魅力が高まっています。出会いのチャンスは多くありますが、その中で本当にあなたに合う人を見極めることが重要です。あまり早く決めつけずに相手の本心や性格をじっくりと観察することが必要です。すでに恋人がいる人は相手に感謝や尊敬の気持ちを忘れずに伝えることで関係を深めることができます。健康ではあなたは元気いっぱいです。運動や趣味などでストレスを発散することができます。ただし食生活には気をつけてください。食べ過ぎや飲み過ぎは体に負担をかけるだけでなく肌荒れや太りやすさなどの原因にもなります。バランスの良い食事と水分補給を心がけましょう。2024年11月の乙女座は自分の力を発揮することができる月です。しかしそれだけではなく周りの人とのコミュニケーションや協力も大切です。自分だけで頑張ろうとせずに人に頼ったり助けたりすることも忘れないでください。2024年12月の乙女座の星座占いは以下のようになります。仕事ではあなたの努力が認められて昇進や昇給のチャンスがあります。しかし同僚や上司との人間関係には注意が必要です。あなたの成功を妬む人やあなたに無理を押し付ける人がいるかもしれません。自分の意見や立場をはっきりと伝えることが大切です。また仕事に没頭しすぎて体調を崩さないように気をつけてください。恋愛ではあなたの魅力が高まって異性からのアプローチが増えそうです。特に年下の人や外国人との相性が良いでしょう。しかし浮気や三角関係に巻き込まれる可能性もあります。あなたの本当の気持ちを見極めることが重要です。既婚者やパートナーのいる人は不倫や浮気に走らないように自制心を持ってください。健康では冬の寒さや乾燥によって肌や喉のトラブルが起こりやすいです。保湿や保温をしっかりと行うことが必要です。また運動不足や食生活の乱れによって体重が増える傾向にあります。適度な運動やバランスの良い食事を心がけてください。金運では収入は安定していますが支出も多くなりそうです。特に年末年始の贈り物や旅行などでお金がかかります。節約や貯蓄を意識することが大切です。またギャンブルや投資には注意してください。損失を出す可能性が高いです。総合的に見て2024年12月の乙女座は仕事や恋愛でチャンスがありますがトラブルにも注意しなければなりません。自分の心と体を大切にすることが幸せへの近道です。いかがでしたか。今回の動画では2024年乙女座の星座占いを AI 直美さんに教えてもらいました。この後も12星座を占ってもらいますのでどうぞチャンネル登録をされてお待ちいただけましたら光栄です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それではまたね。バイバイ。